こりゃ困った。面倒なことになったわね。いいか、人間はな、こんな世の中でもものすごく頑張って生きてる。それをみんな信じまいて、お前悪魔か。天使です。うわ、僕には夢があります。また僕が満開に咲いて、僕の周りに人間たちがたくさん集まって、お酒を酌み交わして笑ったり踊ったり、そんな小さな幸せを叶えたいです。すげえ。さあ宴を始めよう、この場所で咲き誇る満開の桜の下。今からお見せしまするは、桜にまつわる数々の物語。嘆き、苦しみ、それでも生きようとした人間の物語。ご存知ですか？桜の下にはたくさんの物語が埋まっているんです。桜幸せに思っていますし、ここサンシャイン劇場も私は初めて舞台に立つので、それも含めてすごく、光栄なことだなと、嬉しいなと思っております。まずは一人も欠けることなく千秋楽まで走り切れることを、自分も含め健康第一で頑張っていきたいと思います。とにかくこの演劇の毛利さんっていう作品がボリューム1だけどボリューム2みたいなとこがあるんですよね。なんでこれからもしっかりと演劇の毛利さんというコンテンツが続いていくように、今作しっかりとやっていきたいと思っております。よろしくお願いします。そうですね、自分の名前を冠しました、カンパニーということで、第1弾、去年は、ボリューム0と歌って、やらせていただいたんですが、情勢も情勢でしたので、今回今年改めて、スタートということで第1回と銘打たせていただいております。まだまだ、油断を許さない状況ではありますが、これから、本当にですね、春に向けて、桜が咲くようにですね、しっかりと、何でしょうね、皆さんで盛り上げていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。